アキラ、お兄さん、やって。こんにちは。アキラお兄さんだ。よかった、アキラお兄さん元気やってね。びっくりした、疲れてんのかな思ったやろ。疲れてないねん、元気やねん、アキラお兄さんやもん。あー、びっくりした。パイーン、アキラお兄さんやで。さあ、今回のアキラお兄さんパインチャンネルで何するかと言いますとですね、昔ながらの遊びをやってみようということで、今回ですね、よくお祭りとか行った時に出てた肩抜き、今もあるんかな、肩抜きというお菓子ですよ。お菓子がこうありまして、ね、線に沿ってうまいこと剥がせたら景品もらえるみたいなことなんですよ。あきらお兄さんね、貧乏やったからあんまこういう遊びとかしたことなくて、これを一回ちょっと何も使わずやってみるわ。え、何これ、何の肩、これ魚ですよね。魚、こっちがこう、こっちが上、こうか。まあどっちでもいいんじゃないですか。どっちでもいいことない。上か下かはあるでしょ。こう、なしでいけんのかな。お、あ、え、いけてる、いけてる、行きました、いけてる、いけてる。すげえ。で、これ何。あ、魚です。魚。なんで一発目これよう分からんやつ引くの。ここら辺ぐらいから難しくなってくるのか。あー、無理や、やっぱこうなんねや、手でいくと。 OK、 これを踏まえて。 OK。 なんでこれ新品であることをお伝えすんねん。見てないねん、みんな。俺がこんなん言えてテープ剥がす様。YouTube でやっぱり開封っていうのが、いやいや、開封はそれ新しいやつとかやろ。その新しいの出たで開封は分かるけど、こんなもんみんな見たことある。これがパインチャンネルということ。これがパインチャンネル。まあいいでしょう。さあ、これをこれを使うで、これどうしていくの。こう普通にこうドゥンドゥンドゥンってしていく。ほうほうほう、こんな感じでね。はい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 、どうどう。あ、こうわ。ここは一気にいった。ここ絶対むずいや。うさぎ難易度高っ。おい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 、うまい。おいはいはいはい、あっあっあっ、押さえてたところで、あ、こっち。くいやくいや、悔しいわ。めちゃ接射するやん。すいません、どうしたん急に。拙者だけはせんとこうみたいな固くなな意志で三脚に置いてたチームが。ちょっと動き出そう。動き出す、動き出そう。ああ、ああ。え、むずいな、思ってたより。え、コツは何、コツ教えて、コツ。いや、誰もできないんで。え、誰もできないって。やっぱり地道に削っていくのが一番いいんじゃない。そうなんですかね。出来上がったら、あきらお兄さんのグッズでも作れますか。マジで、はい、1個できたら、あきらお兄さんのグッズ作ってる。はい、なんかめっちゃやるやん。はい、え、な、な、な、え、グッズ何作る。あきらお兄さんのけん玉。え、誰がいる。え、めっちゃいると思いますよ。マジで、あきらお兄さんのけん玉。はい、アキラお兄さん、そこまで需要ないやろ。まあまだ、こっからなんだよ。こっからね、うん、はい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 、おーおー、はいはいはい、来てます来てます、来てます、はい、来てます、はい、あーあー。何してんねん、見せようとするからや。ええねん、そんなテレビ的なことは。テレビちゃうねんから。何のための拙者やねん、拙者しに来てるから。何したいんだ。はあ、
いや、今のいけたね。今のいい感じやったのに。慣れてきましたね。ここまではね、ここまでは行くのよ。あれ見えてないところで折れたんですか。めちゃくちゃ地味に折れた。くっさくさ業みたいになってる。ヨット行きましょう。ヨット行こう。俺今もう結構大胆にいってるやん。これがもうほらもうあかんもん。おい、うえ。これでダメだったら次回にしますか。え、こんなにあんのにもうチャンスさせてくれ。すぐ諦めんねん。諦めて次行きましょう。パインチャンネルゆるいな。おい、すごい、はいはい、すごいすごい、来てる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 、持たへんで、もう持たへんで、こっからですよ。おい、できた。やった、いや、すごい。パイーン、あきらお兄さんやで。はい、できた。はい、グッズゲット。オリジナル剣でもなんかいらんでしょ。グッズとして一番配りやすいのはシール。そうですね、これぐらいのね。そう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 。シール作る。シール作りましょう。あきらお兄さんの型抜き作る。あ、簡単そう。簡単そう。もう難しい。パイン難しい。パイン。ここ折れやすい。ここ折れやすい。ここむずいね。でもシールか。じゃああきらお兄さんのシールゲットということで。収益化できたら。収益化っていうのはいっぱい見てもらって。ちゃんとこういう作ってるチームたちにお金が入ったよっていうことを収益化って言うんだよ。その収益化ができるとこういういろんなグッズが作れたりするんだよ。じゃあどうやったら収益化ってできるんだろう。いっぱい見てもらわないとね。頑張ります。頑張っていっぱい見てもらえるようにワイワイやりましょう。めんどくさかったらあかん。もう地道にこうやってやりながら時に大胆、チュッチュッチュ、ああ、これもう一生終わらんの、じゃんドゥンみたいな。まだあるんでやりましょう、今度またまた、ま、またやん。またやる、またやる。いや、見栄え一緒やて。見た感じずっとこれやで。ああ、じゃあちょっと考えます。まあでも、まあまあでもまだあるからね。はい、まあ、わかりました。というわけで、パインチャンネル、何の手応えもなく終了です。こんな回もあるのがパインチャンネル。登録よろしくねって言いにくいチャンネルやね。終わりです。けん玉じゃんけんいくよー。けん玉じゃんけんじゃんけん、おーグーでしたー。というわけでこの持ち方の